ドンキホーテキトリのバリアシオンより、アティチュードアティチュードは、バレエにおける技法の一つ。アティチュードには、いろいろの形があるが、共通の概念としては、片方の足を軸にして立ち、もう一方の足は膝を、約90度に曲げて、体の前方、または後方に持ち上げて保つポーズである。 アラベスクと共に、クラシックバレエにおいて重要で美しい姿勢とされ、頻繁に用いられている。アティテュードという単語には、姿勢、態度、身構えなどの意味があるが、どのような経緯で、バレエ技法の名称に使われるようになったのかは、不明である。このポーズについては、イタリアのバレエ指導者で、テルプシコレの法典などの著作で名を残す、カルロブラジスが、 高キルネサンスからマニエリス向きにかけて活躍した彫刻家ジャンボローニャ作のマーキュリー像にヒントを得て発案したと伝えられている。しかし、このポーズはブラジス以前から演じられていて、彼はそれを辞書の中で明文化しただけであるとも言われる。なお、南インドの芝心像にもアティテュードのポーズとよく似た形状のものがあり、こちらは現代バレエの振り付けや、 モーリス・ベジャールが自作品に取り入れている。単に、アティチュードという場合は、持ち上げた足を体の後方で保つポーズを指す。持ち上げた足を体の前方で保つポーズは、アティチュード・ドゥバンという。ドゥバンという単語には、前にという意味があり、指導者によっては、アティチュード・ドゥバンという言葉を使わず、カトリエーム・ドゥバンと呼ぶ場合も多い。 ダンサーの体の線を直線的に長く美しく見せるアラベスクに対しアティチュードはダンサーの体の線が作り出す曲線と直線の組み合わせによって構成されるアティチュードはその印象的な形状によってバレエの重要な場面でよく使用される白鳥の湖大二幕でオデットを演じるバレリーナはアティチュードのポーズを取ったまま両手を後方に伸ばして 首を反らし、白鳥に変えられた乙女の姿を描写する。眠れる森の美女大一幕、ローズ・アダージョでは、オーロラ姫が4人の求婚者に次々と支えられながら、アティチュード・プロムナードを披露し、優雅さと格式を表現する。アティチュード・ドゥ・バンの場合は、ドン・キホーテ第二幕、夢の場でのキューピッドが踊るバリアシオニア、レシルフィードで男性のサポートを受けながら二人の、 女性ソリストが踊るシーンなどで使われている。このポーズは、バランスを見せる他にも、そのまま回転や跳躍を行うことができる。男性ダンサーの場合、アティチュードのままで回転、または跳躍するパが多用され、ダイナミックさと、優層さが強調される。ドンキホーテ・グラン・パド・ドゥのコーダで、大きな跳躍を見せながら、舞台上を一周する、グラン・ジュ・テアントゥールなんで・ナンデ。 跳約の合間に空中でアティテュードのポーズを取るアティテュードアンレールが挿入される場合がある。この振り付けはボリショイバレー団で活躍した名ダンサー、ウラジーミルは CDF の草案によるものとされ、映像に残る彼の踊りはまさに天かけるマーキュリーの姿を想起させるものである。アティテュードおよびアティテュードデュバンは体の向きによってさらに クロワゼ、エファセに分けられる。以下に挙げる例では、右足で立ち、左足を曲げて持ち上げる場合を説明している。その他に、曲げた足を上げずにつま先を床につけている、アテ,ィテ,ュー,ドアテール、90度とアテールの中間の高さに、曲げた足の高さを保つドゥミアティテュードなどがある。ありがとうございます。